ボーナスです。こちら順調でございます。うまい、お上手。3回目のラッキースケベラレボーナスが、お上手。やっぱ好きやん、完全にもう引き寄せてます。引き寄せてるね。うーん、あーこれは弱いか。あー弱いね、残念。カバネリって多いまでこそ体勢減ってきたけど、ほんまに北斗に次ぐ名機やったよねっていうのは思うな。みんなが絶対通りましたよね。いやそうよね、だってカバネリってさ一時期一時代を作ったやん。みんなカバネリカバネリってなってたもん。なんかどこも台数抱えてますからね、面白いですね。よし来ました、フレイルが。巻き寄せ、軽快なステップでボーナスを刻んでおります。多分このボーナスで1000枚いくかな。北斗での持ちメダルがなくなってしまいましたので追加投資していきます。総投資が18本です。さあこちらはもう軽快にもうボーナス引きまくってますよ。いや助かりますわ、1000枚超えました。あーなんかちょありがとう、あのほんま超僕たちは助け合いですね。えでも良かったですよ今日本当に。いやとりあえずね今のところ順調なんでありがたいでございます。あの土壇場でゲットした L 延々ですけどね。いやそうよね、番号がそんな良くなかったのギリギリの延々でしたもんね。まあ我々街道の極みで、ね、極み T シャツが、はい、あの入荷の時って店内のこの状況っていうのってだいぶ見えてきたじゃないですか。はい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 。でその中でもその全然単品でもこう楽しめるような場所ってやっぱいっぱいあったじゃないですか。はい、あります。なんで正直今私が売ってる延々も本当にその、まあ、例えば店舗並びが見えなくても単品でも全然あるんじゃないかなと思って。全然可能性あるよね。うん、なんとこ悪くないんじゃないですか。でまたまたフレイルでこれボーナス持ってくるでしょ。おお引き中よ。どうしたどうした今日。あ下パネ消えて、あーいいね、いい音しまして、警戒。まあもう3枚目ぐらいですか。もう3枚目入ってます。今投資24本、最悪天井行って3万ぐらいですかね。そうですね、行きたくない、ここで当てたいねんけど弱えな弱えな。赤来い来ない、なんかちょっと全然ゲーム数で当たらないちょっと今日ね交通事故に遭う可能性ありますわ私。またボーナス、はい502ゲームで生駒さんでございます。さあ耐え忍ぶ戦いの始まり、僕こういうの得意ですから、人生耐え忍んできてるからもうギリギリのところで橋渡ってきてるから、クロートじゃないですか仕事ゼロ経験してますから私何があったんですか。単純に人気がなかったんですお仕事もらえなかったんです。でも今のスケジュール見てくださいよ孝太郎さん。いやでもなんとか這い上がりましたね。休みないじゃないですか何を目指してるんですか。何を目指してる、まだまだ上を目指してるんですよ。素晴らしいねじ込みました。ここはもう逃げ切りました。もうみんなの応援あってこそですよ。ありがとうございます、ほんまいつも応援ありがとうございます。ご視聴もありがとうございます。ありがとうございます。523ゲーム、総投資26本、崖っぷちからここから這い上がります。よっしゃ行こう、頼むからあのもうエピソードでいいわ一旦一回、ね、もう早城はちょっとあれなんで設定とか関係なくね早城でしたまあ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 引けんよりいいですいいです、貯めていきましょうよ、貯めていこう。1000か、これ7600、これ8000ぐらいいく、これで8000、これはもうでも決めよう、1万までいこう、チャンス目引いとこう、よし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 、9000、
すごいめちゃめちゃいく薄い方で入れていきますね AP。 それで9200、1万まではいきませんでしたが、チャンスアップなしですか。あれですよね。おー素晴らしい、崖っぷちに強い男孝太郎でございます。俺大体ほんま人生追い込まれてっからな。はい、獲得93枚です。あーどこに、あー久しぶりに聞いた、久しぶりに、ね、いいねいいねいいよね、久々に聞いた、ね、確かにさあ何いきますか。あー無名ちゃんと生駒ちゃん、はい、そして無名引いていく 60%。 うまい。あーでも青なんだね。いやここはもう一発で、あーごめんなさい、あかんわ、マジかよ。66番、これはもうこれは青なんだね嘘嘘、あかんかったんすか。待って、60番と66番外した。あ今日僕どうしようもない日かも。いや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 、そんなことない、そんなことない。ただどっちか、ロックオン少女。さあ 60% 無名2回目、 60%、 66%、 60% で赤まで行きましょう。大丈夫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 、パッと引いた。おお怖いわ怖いあーよかった、いった、ありがとうございますひりつきますよね、ひりつくね、おもろいな赤羽に。まあ何がちゃ、何を何をちゃいちゃしとんねん。はい、まあ、ムメちゃん以上はやりたいですね。だいこまさんか、朝一の線とかないですかね。朝一の線いきなり超えろ、超えない、200だでね、おそらく多分こっち終わっちゃったっぽいんですけれども、今持ちメダル1500枚あります。素晴らしい、だから1000枚ぐらいプラスってことですね。そうですそうです。で私の投資の方が26本なんで、はい、まあ、1000枚1200枚ぐらいか、まずは投資分ぐらい目指していきたいですね。そうですね、でだから今ちょっと負けてるかプラマイゼロぐらいか2人で、うんうん、うわこれこれいい、うまいですね、このフリーズ最高。なんかその告知方法の多彩さも売れた一つですよね。いやそうそうですよね、うまいよね作り方がすごく。はい、さあ今回はムメちゃんでいきましょう。震えちゃいましょう。生駒さん出てきたがりの生駒さんや、今日300よ300よ、どすこい。あなるほど、ここねちょっと枚数欲しかったんですけどね、なぜならばこれが一つもないから。はい、トータル351枚で今回降格獲得できませんでしたので、すっぴんです。このすっぴんの時いかにボーナスを引けるか。何のリアクションもなかったで。あ残り3ゲーム、まあ、ここで引っ張ってくるってことよね。ちょっと頼むよマジで、まだ早いっていうかチャンス目ゼロはマジで許さん。はっ
ラスト1ゲームお願い強めだ。そうそういうことですって。成功しましたね伊藤は。これは、あららら、ら310枚悔しいけど嬉しいやつが出ました。何色ですか。ゴールデンツルツルです。ゴールデンツルツル、ゴールデンツルツルいただきました。下ネタですか。どこが下ネタやねん。全然下ネタちゃうやんけ。というわけでですね、夏美さん、はい、僕はこの内容もうずっと打つことになりました。いやー、はい、ちなみに周りって人いらっしゃるんですか。まあ、左は空いてるんですけど、右隣とか全部は3台埋まってますね。もしかしたらそれを見てもいろんなところから人走ってくるかもしれないですよ。いやだからね、もしかしたらこれ夏美それがあかんかったら僕の左隣まだ空いてるんでっていうのはいけるけどね。まあ、でも良さすぎやもんね今。どうしようかな。そうですね、ちょっとこのモード次第ですね今いる。まあ、じゃあ私はとりあえず速攻していきます。お願いします。はい、あとは出すのみですね。え、光太郎さん、それ金色のツルツルって野良ですか。いや、多分ねカスタムしてるんじゃないかな。他でも一発目に出てる台が2台あったんですよ。あ、その辺に。はい、なのであえて一発目にしてる可能性はありますね。ありますね。はい、これはでも一つ収穫ですね。あ、ごめんなさい、あのね、すいません、すいません、何横の肩のからくり の一撃見守ってたら、はい、気づいたら当たってました。そんなことあるんや。すいません、ちょっと前兆も弱かったんで全然気にせんと、おーおーと思って、ベルかと思ってうまいなと思ったんですけど当たってましたね。よそ見で当たるオカルトね。あ、はい、ゲーム数が277ゲーム、レギュラー10時目変換からゲットです。すごいな、そういうのスマスロで使う人いんねや。ジャグラーとかで使う人よい見るけど、そうなんや。え、ちょっとね、前兆も弱すぎたんで特に何もないし、で左がうわよかったみたいな気持ちで見守ってたら普通に通ってましたね。なんかうわ、こんなあっさりあかんねや。クチュクチュボキューンが来たらあげた。くちゅくちゅぼきゅん。いやこれぼっくんがそうやって言ってたのよ俺、はいはいはい、そっからなんかなんやそれ思ってなんか頭から離れへんのよね。なるほど、ぼっくんのパクリってことですね。あ、パクリというか、まあ、ぼっくんが言って別にパクるつもりもないねんけどはい、あー、ゲーム数から矢印ボーナスです。獲得が4000ポイントぐらいなんで、まあ無理ですよね。ですよね。残念でした。これで早白にする。あ、ありますね。はい、156ゲーム生駒チャンスゾーンです。さあ得意の生駒さん行きましょう。あー、よし、たー、うまい、できました。 いいダボを引いたね。 OK、 177ゲーム生駒チャンスの成功でボーナスです。さあ、もうエピソードでいい。ここはエピソードでお願いしたいんです。上がって、よし、 OK、 思惑通りですね。完璧です。え、あー、びっくりしたお、なんかいい音になった気がする。延々チャンスをいただきました。あ、 なんと、めちゃくちゃ調子いいやん。開演騎士団ですね。十字目変換からですね。はい、変換、よし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 、2する目、あー、来た来た来た、あるあるある、1スルー2スルーで当選率だいぶ変わってくるはず。頼むよ、当たってるよ。
いただける？来た。素晴らしい。見事ボーナスを引っ張ってまいりまして、どっちかな、うん、初当たりの、ね、レギュラーボーナスをいただきました。184ゲーム持ちメダルからですね、開演騎士団中の十字目役で初当たりをゲットしました。さあ3択やて、中右左どっちでしょう。右。うん、ま、素晴らしい。天才かよ。しかもビバ合格持っててビバチャンス。天才、ありがとう。あー来た、あーよかった。素晴らしい、ありがとう。マジでノーチャンス目で駆け抜けると思ったわ。でもその代わりそっちにねパワーを送りすぎたせいでね、こっちの合格が消えましたね。あら、またスルーしちゃった。もしまだ選択していないのであれば2回連続ここを引いてるんで、はい、ヌベさんお願いします。夏民がくれたボーナスで、はい、あ、やっぱりね、女性は女性を呼ぶ無名。いっちゃいな、いっちゃい な、あんまりない気がする。255枚、まあまあぼちぼちですか。うん、いいでしょう。いやー、ちょっとスルーやっちゃいましたね。2スルー目ですよ。まだ早いこと当たってくれてるんで全然なんですけど、はい、トータル287枚で合格1つ獲得して、2回目生駒さん、あー追い込まれた。残り3ゲーム覚醒してくれ、覚醒生駒。淡々とバシさん引け、うわーむずい。うわー、231枚で終了でございます。早かったのにな、今回引けたの。もったいなかったですね。もったいない、ほんまにもったいない。さあ、十字目変換からですね、開演騎士団いただきました。さあ、ここ絶対に生かしたいな。来た、これはいけるでしょう、さすがに。よし、2回目なんでね。あーし、フレイル来た。これはもらいましたね。もろた？ちょっと待って、延々おもろいかもしれないです。なんか楽しそうには聞こえるで、すごく。なんかね、こんな感じだったっけって思うぐらいやれてるからか、はい、いただきました。ということで、初当たりのレギュラーボーナスいただきました。180ゲーム持ちメダルで、当選しました。さあ、シナリオはデフォルトでしたけれども、パターン A4 回目ですね。あら、これどうなんだろう。なんかそれ以上に強い画面が出てるわけでもないから、さあ、そろそろ入れておきたいですよ。おー、上がった、赤まで行きましたね。これはもらいましたよ、きっと。発展先は 2.5 ですけど、チャンスアップあり。赤まで行ってますんで、あ、OK です。さあ、無事にエピソード引っ張ってくることができました。ナイスです。素晴らしい。まあ、警戒だったかな。さあ、こちら本日3回目の永遠チャンスです。伸ばしてくれ。スタートは第8なんでデフォルトですね。よし、避けた。大事ですよ、すぐ落とさないこと。お見事。さあ、ボーナス引っ張ってまいりました。これで1000枚に復帰でございます。よし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 、3連撃。いやー、夏美、右か左どっちだと思う。左。いやー、うまい、うまい、
あ、今日は夏民の日や。はい、左か右。右。天才、ほんま天才。素晴らしい。ナイス京都、素晴らしい。ありがとうございます、いただきました。夏民パワーでいただきました。完全にすごいな、全部当ておるやん。ちょっと怖いですね。あ、ちょっと怖い、ほんまに。今の僕やったらいかんかった、多分。ってことはもしかしたら今日私死んだ番長さんといけますね。いや、いけるね、そういう流れやと思うわ、うん。さあ、スイカとチャンス目2回連続引いてますけど、何にも送らないのかな。さあ、こちら1回目のボーナス終わってからなんですけど、ストック A 示唆っていう画面が出てです、残りストック2個以上ってあるんで、これがまあ1個使ったものだとしたらあと1個はあります。よかったよかった。手厳しいにも程がある。あーあーあー、もう1個ありますけど、オールスタミナいね、引きました。やった、うまい、いいの見れましたね。セクシーなムメちゃん見れました。セクシー、いや、セクシーな出目です、しんのすけさん風に言うと。いい出目出ました、オールスター目。おお、いいですね、美しい、全8個。よっ、よし、こちらはなんとか耐えました。耐えました、はい、うまいうまいうまい。俺も今1個まで耐えてるとこやから。あー、やばい、追い込まれた。いやー、頼む、おっしょっしょ、あー、じゃあかん、外しちゃった。もしかしたらまだ出てくるかもですよね。うん、まだ来ると思うけどね。はい、発行。で、発展で小次郎が逃げましたね。小次郎はよく逃げるね。そしてこの後本郷へ、本郷へどうぞ。また小次郎が逃げます。こっちか。ウクマも発行した。そしてこれで無名かな。あ、これで出てくんねや。へえ。ビバ出てきました。お、しかも生駒無名のステージだったけど、あ、あー、行ったっしょ。よし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 、232ゲーム、ビーバーを刺しました。早い、はい、早い。エピソードか、早知野です。あれ、夏美今どういう状況やっけ。今息を殺して、あ、ボーナス出てきましたね。でも確かにそうなんですよ、ゼロゲームでずっと耐えてて、本来小麦で変換してなかったら、てか小麦すら引いてなかったらもう1ストップ出てくるはずなんですけど、間違ってなければ、間違ってたらごめんなさい。あの、なんとかスイカでボーナス引っ張ってこれましたね。ちょっとあの、死闘してました、死闘してました。1500枚まで復帰しましょう。はい、266ゲーム、デーゲームスからいただきました。ここはもうちょっとね、エピソードでお願いしたいとこですが、どっちでしたろう。エピソードであれ、よし、 OK。 だから判別する上ではもちろん早次郎の方がいいんでしょうけど、それ以外は普通に来てほしいですよね。いや、まあそうなんですよ。で、まあ我々時間が決まってますからね、はい、積もってますから、積もって負けんの嫌やんですね。さあ、終了画面、デフォルトのボーナス、ご覧の、行きましょう。
いいですね、やっぱ2人とも当たってると警戒ですよね、うん、なんかちょっとこのまま警戒に突っ走りたいですね。何のチャンスも、もうあー来た、あ66、あっと祝福出ました、素晴らしい、あーよかった、初チャンス目で取りました、あーよかった、もうとんでもない枚数乗せたで、もう1000やりましょう、1000みたいね、一回やったことあんだけどね、右の方はい、左の方、あら超えないな、今日超えないわ、コマちゃん、おーチャンス目が全然で出た、おーやった、なんかすごい追い込まれて一発のチャンス目で決まるんですけど、ラッキー、耐えました、さあなんとか耐えましたね、あとは私、夏目も耐えろ、うわー当たった、梅ちゃんでいこう、ラストゲーム、あー変換なし、まださあストックがあるのでしょうか、大精度でスタートしてますけど、一発超えてくれ、見せてくれ、超えない、200枚です、うわーあと2ゲーム、ラストです、終わっちゃうかも、5回も引いといて、うわ最悪ですね、ちょっとこれはなんか延々をちょっと疑いますわ、さすがに不信感だって5回がシャンコしてどれも入らへんって、それはね分かりますよ、いやもうちょっとさすがにストックないと思うんですよね、またさっきとね同じ枚数でとどまりましたね、これはなかなか5連以上してくれないですよ、38ゲーム10字目変換しましたけど、でも終わってるという認識ですかこれ、そうでしょうね、 OKOKOK1 回1回しっかりやっていこう、あと1コマ比率高いんでもう僕大丈夫です、1コマさん、そうすると無名ちゃんがいいです、お腹いっぱいです、おーい斜め300以上では、無名ちゃん出てくるんじゃない、1コマなんだ俺のこと好きなの、うわ出た、えいますよね、超えますよ、そういう人ね、はい、ちょ、もう一個行こう、もう一個行こう、もう一個行こう、行かない、300きっちりあーそうですか、ラスト弱い、はい、ボーナス5回の578枚で終了です、いやでも上出来ですよ、よかったよかった、まあ徐々にね、徐々に初当たり重ねて挽回はしてきてます、はい、ちょっとこちらは10時目変換も2回、全長もいかずってことだったので、ちょっとあとはコンタロウさんに託して一旦ちょっと私の方は終了しようかなと思います、頑張ってください、お疲れ様でした、673ゲーム追加としまして、相当値が32本です、エピソードください、もうしんどいです、あーまだ逆転は不可能ではございませんので、最後まで
諦めずに行きましょう。夢はある大です。はい、113枚でこれが泣いても笑っても最後のチャンス。以後あれやな、この機種でもあれ使えたやん、すごいいやん。もうちょっと最後やし、全員使うわ、全員使います、全員集合させちゃったわ、もう全員使う、総出です。あ、いや喧嘩とか多分大丈夫です。あの家族が力を合わせたらもうえらいことになると覚醒すると思うんで、もう喧嘩したら今後これはやらないです。ちょっといいか試す、最初に試しといた方がいいと思うんで、ね、はい、これでいきます。もうええって、もうこういうのもう家族崩壊や、こんなもんこんなもん。213枚終了です。実際終了です。お疲れ様でした。いやー嬉しいです。私は本当に最後見ましたよ、孝太郎さん当たってましたから。いやこんなんもう勝ちに決まってるじゃないですか。いやー素晴らしいです。俺を芝居でくれ。え？ちょっとごめんちょっとまずさ、はい、結果いきましょうか。はい、まあ、とりあえずちょっと私は全然ねちょっと、もうプラスではあるんですけど頑張らせてもらいました。投資が、はい、460枚、軽い。回収が、うん、1061枚、よいしょ。結果601枚プラスでした。やっぱきっちりね、そんな連敗はしませんと。いや良かったです本当に。投資がすいません、はい、もう1472枚で、はい、最後天井を目指してたんですね。はいはいはい。回収が233枚、3枚がマイナスの1239枚でした。ん？んで2人の、はい、トータル3枚、はい、マイナスの638枚です。んなんか最後、お守り展開してませんでした？家族全員総出で頑張ったのよ。はい、もう喧嘩してたの、やっぱまだ全然家族まとまってなかった。なるほどあかんかった、相性がね。幸い夏民が頑張ってくれたおかげで、まあはい、マイナスの600枚だったら、まあ、初戦としては別に悪いあれではないですもんね。3000枚負けたとかじゃないですから。でも考えてくださいよ、はい、水木彩さん、もっくんペア、うん、ね、タコ負けてますって。負けてるよねきっとね、うん、だってこんな今回からうまく勝てるとかそんなパチスロ簡単ちゃうからね。ないです、そんな簡単な世界ちゃう。甘い甘いほんま甘いんですわ。何言ってもいいっすよ。僕ちょっと口が裂けてもちょっと今日は言えないですけど。なるほど、うん、じゃあ今日言わせてもらって、あ、ちょっと一発煽っといてもいいかもしれん。おい甘いぞほんまに、勝てる思ったらほんまに甘いぞ、ね、ほんまにあんまり言葉が出てくる、あんまり言われへん、慣れてないから。一応先輩やしな、そう慣れてない、先輩方やからね。そういう立ち位置慣れてないんでね。来ていただいたファンの方から、はい、北斗コーナーとかね、うん、単品でもいいお声も聞いてますし、並びもあったし、単品もやっぱり、そうなんですよ、並びもあったりとか、だと三強さんのね台で言うとバルブレイブだったりとか、いろんなところでこう粘ってる方多かったですよね。カラクリでも最後までいける感じですっていうのは報告聞きました。 で、あとジャグラーコーナーがとんでもないんですよ、ここの辺こんなにたくさんお店があるわけなんですよ、はい、ここ激戦区で、はい、ジャグラーの稼働率とんでもないです。おお、やっぱり、はい、まあ、皆さん行かれてましたもんね、最初から狙われた方多かったんで。ジャグラー特設コーナーがありますんで、はい、ぜひね、皆さんも難波エリアお近くの方はぜひ遊びに来てほしいなっていうのと、はい、次回の決戦の場はね、はい、僕のホームっていうかホームじゃないんですけど、はい、勝手にホームにしてるというか、はい、123プラス N、松原店さんなんで、はい、まあ、僕相性がいいというか、ほんまに最近負けた記憶ないぐらいの、そうですよね、感じなんで、もう連勝できる、ブブブでも勝ったし、ゴッドイーターでも勝ったしっていう感じで来てるんで、釣りこそは積もってしっかりと、ね、今日負けた分欠損あるんで、その分も次回出させていただこうと思いますんで、それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。私も好きな番組がいっぱい。チャンネル登録お願いします。